こんにちは、デリシキッチンです。本日は雪印めぐみルクの提供でお送りいたします。まずははんぺん2枚を用意して斜め半分に切り、切った断面にポケット状の切れ込みを入れていきましょう。熱したフライパンにサラダ油を引き、はんぺんを焼いていきます。表面に焼き色がつくまで焼いてください。みじん切りの玉ねぎ4分の1個分、ツナ1缶分、雪印北海道100、マスカルポーネ 100g、 塩コショウ少々、さいの目に切ったアボカド1個、レモン汁少々を加えてしっかりと混ぜていきましょう。最後に焼いておいたはんぺんに混ぜた具材を挟み込んで完成です。パンの代わりにはんぺん、低糖質なチーズサンドイッチです。